本日はですね、大阪城方面行きのこの列車を見つけまして、ちょっとね、早速ね、大阪城にね、行ってこようとね、おいゆーす。大阪城と言ったら豊臣秀吉っすけどね。ああ、これ、かわいいでしょ。列車にちょっと乗られて。結構遠いのよ。列車で多分10分か15分ぐらいね、乗るんですけど、あこの、なんか、うん、公園。あなんか横側多分大阪城ホール。この日はなんか結名式来てたね。まあ俺はもう、まあゆらりね、揺られてね。まあ間もなく到着するんですけど。あ、見えてきましたね。あれあれあれ。見えるでしょ。大阪城。ああ、かっこいいね。お城。俺お城とか、俺三国志とか戦国志とかさ、結構好きだったから、俺結構こういうのテンション上がってワクワク。まあね、降りてからがなまら遠かったね。めちゃくちゃ歩いたし、めちゃくちゃ暑いし。あなんかこれ、なんか船みたいなのも乗れるんだけど、あれちょっとそんな時間なかった。あ、ちょっと城だけ、うん、城だけちょっと入ってこようかなって感じで行ってきゅーす。階段上がりゅーす。1、2、1、2、1、2、5歩。あーなんかね、あの鉄砲、大砲みたいなの見て入りゅーす。まあこのいろいろな飾ってんの、お土産とかもね売ってて、まあこんな感じで旗、旗、このみんなの武将たちのね旗、まあそんな感じで見ながら、おお、このフィギュアみたい、まあこれ歴史好きの人にはねたまんないと思いますね。まあ結構人もねパラパラいて、そんな感じで、でまあ1回行けばいいかなっていうのが、ね、正直な感想ですね。これ2回3回行かないっしょ、1回よ、まあ、1回だよ、料金も何ぼだっけな、1000円くらいかかったっけな、1人ちょっと忘れちゃったんだけど、そんな感じで、なんかいろんな武将を見て、一回でいいって感じ。一回でいい。でも一回は、まあ言っといたらワクワクするかなっていう感じで。はい。伊達政宗。俺伊達政宗好きなんだよね。こんな感じで、どんどん上がって。何回だけど、全部で8回ぐらいまであるのかな。まあエレベーターもあるんで、まあ結構、スイスイ行きますよ。はい。まああとはね、現場で皆さん直接行ってね、見てほしいなっていう感じで、まあ最後にね、外、景色、ここから景色をね、最後に皆さんに、ね、見せますんで、ここからね、大阪城から、下を見下します。はい。はい、社長子みたいなのもいて、まあ、こんな感じ。まあ、こんな感じ、大阪城からの景色でした。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とね、高評価お願いします。